挨拶するからちょっとごめんね。はい、どうもースカイピースイエイと、こんにちは、ひなたです。はい、ということでひなたちゃんとコラボになっております。あーもうちっぽけ浮き出していくつ。12歳です。12。小6。小6です。小6だったよよろしくお願いします。お願いします。お願いします。トップの TikToker でしょ。嘘、俺じゃないよね。雑魚。いやいやいや、俺結構これ多いっすよ。 400K って。ひなたちゃん、もう K とかの次元じゃない。 K じゃない。1ヘフとかでしょということで今回ですね、そのひなたちゃんと一緒に、はい、俺たちが作った曲で、うん、TikTok 撮りたいと思います。ということで TikTok、はい、ちょっと日向先輩、もう先輩っすよね、もう日向変態あーすごい笑ってくれた。日向先輩と一緒にじゃあ TikTok 撮っていきましょう、はい、今回ですね、俺たち日向ちゃんのために曲作った。おお、なんかかっこいい系のドラッグ2つと可愛い系の1個用意しました。ちょっと待って、日向ちゃんそんなパリピじゃないあれ日向ちゃん、もう1つは俺の声も入ってます。殺しに来てるよね。ナイススマイル、ナイススマイル、ナイススタイル、ナイスダンス、ナイスダンス。最後は全力でナイスナイスナイスって言います。おお。最後ね、ひなたちゃんらしい可愛いやつ。わあ。いやー、可愛い。だからね。そうそう。気をつけて。鼻水ついちゃった。鼻水ね。あ、鼻水。あ、なんか。なんかお姉さん流れてません。ふえだ。お姉さん間違えた。流しますよ。はいよ。ちょっと何、私の何これ、止めないの。いきます。マネージャーさん確認だね。何て言ってるかって言って、ひなたにこびろ、ひなたにこびろ、ひなたの可愛さ全面押し出し、ひなたにこびろ、ひわたにこびろ、ひわた、しわた、しわた、しわた。で、そして最後にいいねをたくさん荒稼ぎということでね。こびろの意味が、あ、こびろ分かってないんだ。ごまんするってことですね。分かんねえよ、それは。ひなたちゃんを利用し、最大限いいねとフォロワーを増やしていこうっていう作戦。あー、いいね。そう、いいね稼ぎ、そうそうそう、やっていきましょう。やりましょう。シッシじゃ最初にやる音源こちらです。あ、出た、おい、ブリッジ出ました。これこれ、俺でも思いつくよ。シッシ、まだあと2つあるんですよ。あるんすか。もう一回聞きましょうか。これめっちゃバズるから。うん、本当。もう早い。大丈夫。これは何？あ、ちょっと。もうダメだ。一発取れない。もうこれでやるしかない。ひなたにこびろ、これやっていきたいと思う。振り付け一緒で思いつきました。ひなたにこびろ、ひなたにこびろ、ひなたの可愛さ全面で押し出しで前に押し出し、可愛いことして。じゃあ一回だけ優勝していい？一回だけ優勝しよう。ツースリーフォー。ひなたにこびろ、ひなたにこびろ、ひなたの可愛さ全面押
シッシッ。一生懸命最後まで見てくれてありがとう。マジマンジ。ひなたちゃんありがとう。ひなたちゃんにこびて TikTok でバズらせたいと思います。ひなたにこびろ、ひなたにこびろ。明日のスカイピースは料理動画です。インスタで映えるスイーツを作った方が勝ち。それでは楽しみに。ピース。